はい。ということで、どうもみなさん、こんにちは。人です。はい。今回はですね、本日はソフトバンクのインスタをフォローしてたということで、一部で話題になっております。ラファエル・オルテガ選手について見ていこうと思います。彼ね、右投げ左打ちの外野手ということで、現在フリーエージェントなんですけども、確か現在フリーエージェントだったと思うんですけども、まあ、 インスタフォローなんで、必ずしもね、入団っていうのは確定じゃないと思うんですけども、えっと、まあ、1個ね、ちょっとインターネットでささやかれてるのは、その近藤選手ですね。近藤選手のえ獲得が困難になったということで、ホークスとして、外野の補強ということで、外国人選手、ラファエル・オルテガ選手の補強に踏み切ったと。 今年ね、あの、ホークスはガルビス選手が大外れだったと、えー。正直言って、まあ、多分今年一番、えー、外れの助っ人、結構な金額積んだにもかかわらず、あの成績だったので、っていうことを考えるとですね、えー、まあ、オルテガ選手、あのー、えっ、ー、と、アストディーヨ選手とかね、えー、取りましたけど、まあ、やっぱりね、あのー、ちょっと補強としては、うん、あんまりこう、 今のところはあんまりなので、えー、オルテガ選手に白羽の矢が立ったということだと思いますが、まあねえー、彼ね、ね、えー、31歳ということで、えー、ちょっと年齢的にはそろそろ下降戦なんですけども、えー、とメジャーリーグでの出場経験が、ね、とにかく多いということで、えー、364試合、1148打席に立ちまして、 えー、打率2割5分、出塁率3割2分2厘、超打率3割6分1厘、OPS6 割8分3厘ということで、OPS も7割弱ありますので、まああのー、活躍してた、通用してたかと言われると、まあ、微妙なラインですけども、まあ、それなりに爪痕を残してます。2021年にねカブスで、えー、103試合に出場して、ホームラン11本、えー、打率2割9分1厘、出塁率3割6分、超打率4割6分3厘の OPS8 割2分3厘と、えー、大活躍。 でその翌年である今年、118試合に出場、ホームラン7本ということで、全体に、ね、数字は落としたんですけど、それでも OPS6 割8分9厘あります。2割4分1厘のスリーリ3割3分、長打率3割5分8厘で OPS6 割8分9厘ということで、まあ、2年連続で、ね、メジャーリーグでそれなりに結果を残しているというか、まあ、2021年は大活躍、22年も調子は良くなかったとはいえ、それなりに。 えー、悪くないい成績は残しています、えー、そんなオルテガ選手、まあ、こあ過去2年、えー、今年と去年は、ね、メジャーリーグがメインですが、えー、それまでマイナーリーグ、インターナショナルリーグでの、ね、出場で、まあ、2019年、まあ、これたびたび言ってますけどね、マイナーリーグの打撃成績は、えー、かなりインフレしてた時期なんですけど、その時期ではありますが、ホームラン21本打ったという、まあ、実績もあるということでね。 えー、この年、OPS マイナーで8割9分8輪ということで、まあ、とにかくね、えー、非常に実績のある選手ですね。非常に僕が面白いなと思うのが、この2018年の PCL ですね。ツ、えー2ベース10本ですけど、スリーベースも10本打つっていうね、これでホームランも10本打ってたらすごい面白かったんですけどね、ツーベース10本、スリーベース10本あの、ホームラン10本っていうねあの、かなり面白い成績残ってたらね、すごい、ね、なんか、 変な成績でちょっと取り上げたら面白かったなと思うんですけど、まあ、長打がね、あのホームラインが出なかったということで。まあ、そんな感じでね、えー、まあ、どちらにせよ、マイナーでは、えー、ほぼやることないですね。マイナーでは無双してます。で、まあ、メジャーでもそれなりにという感じです。えっ、ー、と、まあ、メジャーでもね、えー、まあ、過去ね、えー、メジャーに上がったシーズンはあんまり通用してなかったんで、あれですけど、 21年、22年のこの2年に限って言えば、えー、フォアボール、非常によく選んでますね。まああのー、結構、まあ、9.25%ですけどね、まあ、マイナーで、えー、10%超えてるということを考えるとね、えー、割と選球眼というか、フォアボールは選べるタイプっていう感じですね。で、えー、三振もね、基本的に、えー、彼はね打率がいいタイプなんです、すなんで、まあ、三振率2割3分6厘、2割3分4厘ということでね。 まあ、あの差し少ないってわけじゃないですけども、まあ、コンタクト能力に優れるタイプのバッターということで、えー、メジャーリーグ通算で見てもね、えー、ボルゾンスイング率、非常に低いですねで、ゾーン内のスイング率も、まあ、若干低いですが、えー、アプローチという部分には、えー、全く問題がありません。で、コンタクトっていう部分で見ていくとね、まあ、あの2021年、若干コンタクト能力に難がありましたが、22年はね、そのコンタクト部分が、えー、改善されました。 で、えー、全体にねコンタクトに優れるタイプの、コンタクトがよくて選球眼もいいっていうタイプのねバッターですね。まあ、ここまで見てくると、まあ、穴のないバッターという感じになってきますが、まあ、ただね、1つ問題点があるとすれば、まあ、長打力不足っていうところはあると思います。えー2021年えー、じゃあ2019年、えー、インターナショナルリーグでホームラン量産しましたけど、まあ、これはやっぱり2019年のシーズンがかなりぶっ壊れてたシーズンではあるので、 まあみんなね、これが2019年がキャリアハイで、このキャリアハイの数字をなかなか超えられないマイナーリーガーっていうのは結構いるんですよね。なので、ちょっと2019年の数字っていうのはあまり信用できない部分ありますよね。でまあ彼ね、割とアベレージヒッターというか、率を残して、 でまずまずのパンチ力のあるタイプのバッターなんですけど、意外とフライ打つっていうのが、まあ、彼の特徴ではありますね。まあ、こういうタイプのバッターラインドライブ戦の打球が多くて、ゴロヒッターだったりすることが多いんですけど、特に過去2年間、メジャーリーグでそれなりに通用してた2年間ですけど、あの非常に、えー、フライの割合も高い。で、ラインドライブの割合も20%を超えてますし、非常に調子のいいシーズンでしたね。 えーで22年はね、まあ、やっぱりあのホームランが大幅に減ってしまいましたけど、まあ、フライがね、えーそれ、去年の半分しかホームランにならなかったということで、そこがね、単純にホームランの数の減少につながってしまいましたが、数字だけ見ていくとね、えー、まあバッティングの内容自体は、2021年と2022年でほぼ変わってないっていうのが、まあ、ご覧になってわ、まあ、かるかなというふうに思います。 まあ割とね、引っ張り方向への意識もまあ,ありつつも、逆方向にもそれなりに打ち返しますし、スプレーヒッターじゃないんですけどね、割とまんべんなく打てるタイプですね。で、ハードヒット率がね低いっていうのはまあちょっと気になりますが、彼はね、もともとそういうタイプというか、アベレージヒッターで中距離出したタイプなんで、ハードヒットがね、そんなに高くないのはまあしょうがないかなと。で、まあね、スタッドキャストで見ても、打球速度自体はね、決して速いわけじゃないんですよね。 でまあ、ただね、意外と角度がつくっていう、ローンチアイドルでいうと14.5度っていう感じです、まあ。意外と角度はつくんですけど、やっぱ打球速度の点とかもあって、バレル率はなかなか、えー、平均を下回っているという感じですが、まあ、重ね重ね、まあ、彼はアベレージヒッターであるということを考えれば、まあ、バレル率高いに越したことはないですけども、まあそういうタイプのバッティングスタイルなんでね、えー、まあ気にしなくていいかなっていう。 まあ、まあ、多少は気にした方がいいんですけど、まあ、コンタクト能力もありますし、まあ、それなりに、その、率は期待できるんじゃないかなっていう感じですね。ただ、彼ね、えー、右投げ左打ちの、えー、外野手ですので、えー、左ピッチャーっていうのがね、えー、非常に問題になってきます。えー、左ピッチャー相手にはね、OPS が大幅に下がります。えー、全体にね、えー、早打ちな傾向が、左ピッチャー相手には早,早めに仕掛けていくような傾向が見られます。 えこの左ピッチャー対策っていうのは、入団後もね、日本来日後もえ問題になってくるというところになってくるとは思います。で、やっぱり気になるのがね、このスライダーカーブですね。まあ、空振り率が2021年非常に悪くて、22年もね、まあ、空振り率はまあ、まあ、ともかく、打率がね、良くない。くざぶり OBA で見てもね、まあ、2022年はあまり良くないという感じですね。基本的にえ横に曲がる変化球に弱いんで、 えー、この特徴を考えると、まあ、左ピッチャーというのはちょっと苦しい場面も見えてくるかなと思います一方ねあの日本球界で多いという落ちるボールに対する対応ですが、えー、チェンジアップに対してはね、えー、プラスで、まあ、フォークに関してはねマイナスっていう感じですね、まあ、過去2年見てもですね、まあ、チェンジアップにはあのプラスを叩き出してはいるんですけど えー、フォーク系のボールに対してはマイナスなので、まあ、フォークへの対処っていうのも、えー、問題になってくるかなというふうに思います、まあ。基本的にはね、ストレートを安定してしばけていてで、まあ、変化球への対応もね、ま,あ、まずまず、うん、なんとかなるだろうなと、まああの、スライダーカーブはちょっと怪しいんですけど、まあ他の球種に関してはコンタクトも悪くないですし、XWOBA で見ても悪くないので、まあ、まずまず対処できるかなという感じですかね。 えー、守備面ですが、一番多く起用されているのがセンターで、えー、次がレフト、最後がライトということになります。で、センターとして見たときにはね、守備範囲の部分に難を抱えているという感じですね。あのー、脚力で見るとね、リーグ平均程度なんですけど、彼、意外と盗塁がうまいんですよね。 あのー、リーグ平均程度の脚力ではあるんですけど、まあ、2年連続で2桁通りを決めてるということで、まああのー、ソウル技術とかその辺に関しては問題はないと思うんですけど、あのー、センターとして見た時に守備範囲が若干怪しいで、まあ、ライトとして見たら一応プラスでレフトとして見たら、えーまあ、最近はプラスなんですけど、まあ、過去マイナスだったシーズンがあるって感じで、まあ、若干マイナスが気になるところですね。っていう感じなんで。 えと,まあ、とりあえずそのソフトバンクは、まあうん、センターの人材っていうのは多分それなりにいると思うんでレフトに回るんじゃないかなとレフトかライトはどっちか外野の領域でもライトは多分柳田選手とかもいますから、まあ、レフトが現実的なラインかなと思うんですけど、まあ、レフトとして見たときに一応こ過去2年間守備指標っていうか過去4年間守備指標はプラスということになってますので、まあ、そんなにね、えー、その過去 に21年、22年、あんまり守ってないんですけど、まあ、一応、センターとしては、センターとしての出場が多くてマイナスだっただけなんで、レフトに回れば、えー、守備指標ではプラスを叩き出してくれるだろうと、えー、思ってます。ただね、まあ、若干、外野手、センターとしてはね、ちょっと肩の弱さっていうのが、えー、出てるところですね。これ、まあ、えー、86.3マイル、84.3マイルみたいな感じですが、レフトとして見るとね、 まあ、レフトとしてみると平均チョイスした。レフトの、えー、アメリカのね、レフトのスタッドキャストの平均的な肩の強さが87.4マイルパワーアワーなんで、えー、そ,そういう意味では平均チョイスしたから、まあ、それぐらいの肩力なんで、日本来たらね、うーん、それなりに肩強い側になれる可能性もまあ、ありうるって感じですかね。まあ、守ってみないと分かんないんですけど。はい。 とということで守備面なんじゃ最後の成績予想なんですけど、まあ、こんな感じになりました。でそうですねあの基本的にインターナショナルリーグ予想だとホームラン22本なんですけど、まあ、これぐらいのポテンシャルはありますよっていう目安ですね。で基本的にメジャーリーグでは2桁本塁打ギリ打つか打たないかぐらいのペースだったんで、まあ、日本球界に来てもまあ2桁を打つか打たないかぐらいの数字で控えめな予想をしておきます。 まあ、長打力っていう部分ではね、フライを打てるタイプのバッターなんで、日本球界に適応すれば、えー、どんどん長打も打てるようになって、もうちょっと長打力が伸びる可能性もあります。彼はね、あのー、ゴロヒッターじゃなくて、フライが打てるんで、それが本当に、あのー、強みなんでその、もともとコンタクト能力に優れるタイプのバッターで、かつフライが打てるということは、まあ、日本球界に適応して、かつ強い打球が打てるようになると、どんどんホームランを打つっていうパターンも見えるんで、 あの上の,ねこのホームラン22本っていうのもまあ別にねあ,のありえない数字ではないかなと。ただ、この数字のベースになっているのはやっぱり2019年インターナショナルリーグでの無双っていうところも入ってますからあそこはまあ割り引いて考える必要があるかなと。で、フォアボールもねえーそれなりに選んでくれますまあ。8.6%ということでねそれなりに選んでくれる程度ではありますがまあ三振率がね17%なんで BBK0.51。 であのー、インターナショナルリング予想でもね BBK0.5 ということで、まあ、非常に近い数字になったかなという感じですねただまあマイナー基準だと閉札がかなり少ないって感じですがもともとゴロがねあんまりあの多くないタイプのバッターで,ですし左打ちですし脚力も別にないわけじゃないので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、意外と閉札が少ないっていうパターンはあり得るかなとで、まあ、盗塁の数に関しては、ね、13、18ということで、まあ、2桁盗塁も うん、記録するかなと思いますけど、盗、ま、塁、あ、成功率的にはあんまり高くないですし、日本に来た外国人選手、まあ、あんまり盗塁しなくなるパターンっていうのも結構あるんで、もし、あの脚力があったとしてもね、脚力があったとしても、あまり盗塁しなくなるっていうパターンありますので、まあ、どれぐらい盗塁するかっていうのは不明です。まあ、OPS は8割1分4厘、7割1分4厘となってますけど、まあ、一つの目安としてね、 まあ基本的には中距離打者なんですけど、まあ、彼のポテンシャルを考えると、意外と長打力があの発揮される可能性もあるんで、長打力爆発の可能性も、まあ、泣きにしまわらずって感じですね。まあ、ただね、打球速度の問題とか、いろいろありますから、まあ、その辺のの、ね、バッティングスタイルの変更というか、まあ、その辺はねあは必要になってくるかと思います。 あとはね、打率の部分においてすごく重要になってくるのは、やっぱり左ピッチャーをいかに打てるかっていうところになってくると思うんですけど、変化球対応力、それからコンタクト能力の部分っていうのを加味すると、まあ、割とワンチャン、まあ、適用できるんじゃないかなというえ気はしてますね。ああ左ピッチャーが苦手だと言われて来日した外国人選手が意外と日本に来てから、まあ、左ピッチャーをそれなりに打率、打率はそれなりにあの打ったり、記録したりするパターンもありますしね。 まあ、とにかくラファエル・オルテガ選手、年齢的にはちょっともう、えー、勝負の年なんで、そろそろあの、もし日本に来るのであれば、えー、頑張らないといけない年齢ではありま,ありますので、まあ、1年でね、しっかり結果を出していかないといけないんで、そういう意味では、まあ、このオルテガ選手っていう選択は、まあ、そんなに失敗の確率は低いかなと。あの前回のね、そのガルビッシュ選手よりは、あのオルテガ選手の方が、 うん、無難な、あのー、選手かなというふうに思います。はいまあ、少なくともその近藤選手が、ね、取れなかったということで、その近藤選手の、取れなかった近藤選手の穴埋めということで獲得するにあたってはね、えーまあ、タイプ的にも、まあ、比較的近いかなというふうに思いますし、面白い選手だと思います。はい、ということで、えー、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回、バイバイ